番組だ。リバイブ。リバイブ部員愛車紹介。いい新しいですね、なんとか。ユータ車を買う第2弾。俺の愛車、相棒おでちゃんが僕に旅立ってしまって、車なくてどうしようっていうことで、みんなでルーレットを回したんですよ。はい、そうなんですね。車をいくつか選んで、でそれも止まったやつを買いますっていうやつをして、ヤトシが言ったやつかな、エルグランドって言ったんですけど、エルグランドを買っちゃいました。まんまと。すごいですね。本当に買うとは。本当に買いました。またキューブ乗って、オデ乗って、でまたエルグランド、うん、日産に帰ってきた。日産にね、はい、っていう感じで、じゃあ紹介していきたいんだけども、俺も未だに今まだよく分かってないっていう感じですね、はい。紹介するとこあると思う。これは何入れでしょう。小物じゃないですか。カセットテープですよ。カセットテープ、時代を。いや、まあこれ、あ、そう、ちなみにそんな新しいエルグランドじゃないですよね。10年落ちぐらいか、2012、2013年のやつなんで、さすがにでもその時もカセットテープを入れてる人はいなかったんじゃない。それ小物じゃないですか。あと鍵とか。これがグラサンなんでしょう。あれ、あ、違うんです、それ俺の車にもある。なんか後ろを見渡すように。へぇ、あ、車内よってこと。そう、車内を。けど正直あんまり開かないからちょっと見づらいというか、まあ見れるけどね。で、まあここがあのドリンクホルダー。ドリンクホルダー、ドリンクホルダーが多いって。これが純正なのか知らんけど、けどいいですね。まあ、横にあるのはさ、重要じゃないですか。そう、羨ましいんですよね。ドリンクホルダー多いな。多いね。ここもある。で、ここも開くんだよね。それも小物じゃないですか。で、解説で言うと、あのオデッセイ、ここになんか改造されてあって、確かにそこにあのタバコとかボンボン置いてるじゃん。ここもここに入れるしかないの。それとあと目の前でしょ。ここ、うん、ここちょっと心もとなくない。ちっちゃくない。これ何なんだろうね。それこそサングラスじゃないですか、ここに。で、まああとはここがまさかの収納多い。収納多くていいよね。すごい、素晴らしい。これはでも後付け臭くね。これ後付けかな、やっぱり。俺のもなかったもん、うん。で、まあこれはよくわからん、まだ全然わかんなくて、日産っぽいよね、うん。なんか俺キューブを思い出したもん。で、まさかの Bluetooth がこの車、俺のスマホが悪いのか知らんけど、メディア音声が流せなくて、Bluetooth だからこの AUX を繋ぐので、スマホ繋がないと今の段階だと音楽が聴けません。きつ。そうなんですよ。それが最初、うわ、買って、とりあえず買った後にコンビニ止めてちょっと確認したんだけど、うわ、これ流せねえじゃんと思って。マジかよと思って。ちなみに俺今更なんですけど、あの質問なんですけど、おいくらしたんですかこれ。総額150万ぐらいですね。あ、そうなんだ。エルグランド乗り出しで。それで何機能のやつなんですか。でも意外に走ってたわ。7万8千走ってます。ああ、そうですね。結構走ってるね。走ってるね。あとこれみんな、これあれなの、あと何機走ってますみたいな出る。ああ、どうもあの表示出てきたけど。あ、出る出る。すごいね、最近の車。これも最近でもないんだろうけど、うん、けど前のオーナー多分綺麗に使ってたんだろうね。綺麗な感じはするよ。なんか早速このビックリマークが消えないんだよ、黄色いやつ。大丈夫。え、びっくり。下はあれじゃん、サイドブレーキで。この上のがいきなりついたんだけど、大丈夫かな。すごい、本当に勘弁して。もう壊れんの嫌だよ、もう。おでっちゃんの十分。もうあれ本当に頑張ってくれたから、思い出の音は。燃費はクソ悪いらしい。そうなの。エルグランドにしましたって言ったら、第一声が燃費悪いよってみんなに言われます。ただオデッセも悪いし、オデッセ廃屋だったんで、あれレギュラーになっただけ。あ、それはいいね。これなんか2500と3500があって、2500の方にしたから。2500はレギュラー対応してる。そうそうそう、3500は廃屋になります。それはエステマと一緒ですね。で、これかな、あとは椅子が。やっぱそれあるよね、ミニバン特有なんだよね。わかんない、はい、そうなんだよ。ちょっと悲しかったのが、ロー表記になる。これ以上下がるんですよね。やっぱホンダ特有なんかな。そうね。うん、あのローがね。なんのかな、これ。けどなんかプラズマクラスターみたいなマークある。なんですね。やっぱ今のね、
ロゴ。けどやっぱりさ、デュアルって言ってこの両サイドに温度変えられるんだね。あ、そうなんだ。あ、そういうことね。あ、そうデュアル。すげえな、最近デュアル押してみ。32度しかねえ。それをするともうどっちも統一されるってことでしょ。え、そういうこと。そう。へえ、初めて知った。あ、じゃあこっちと一緒になるんだ。そうそう、多分ゼクの車も多分あるでしょ。ゼクへえ。あとはまあよくわからんな、まだ。何なんですか、あの上のなんか12セット、12、そう、なんか、え、上の、そう、それ何それ。え、すごい。え、今眠い。え、初めて知った。ガンダムじゃん。え、すごい、ガンダムじゃん。てか俺こんなに椅子下がるの初めて知った。ありがとう。全然俺ここにこんなのあるの分からない。そう、けど一番なんかさ、どの俺らの車よりも一番良くない？いや、なんかさ、動きが速くね。速い速い。あ、これから速いかな、うん。俺なんて、ぐらい遅いよ。これ何なの、マジで。すごい、すごい、すごい。ガンダムだ。ガンダムだ。アムロ、行きます。セットで何になる？これなんかさ、保存できるのかな？あー、かもね。あー、多分そう、メモリー機能か。今のでみたいな。あー。自分の一番いいやつをセットして。便利。そうだね。うん、後ろとここ、うん。ちょっと、あのさ、足、これが出るんだよ。なんかね。あ、出た。これ、そうそう。何？謎機能が。うわ、本当だ、その足伸ばし。それ、前いる？うん、でも、ここまでしか出ないんだ。あ、でも、手で、あ、無理か。幻覚。そっちはね、行くと思うよ。これ？これもどこにボタンがあるんですか？横にある。あ、すげえ。これ？あ、上がった。これが限界だね。あ、限界なんだ。これ使うのかなって思って。ちっちゃい子はでもこうなってんじゃん。あ、そっか。おまだにボタンが出ないですか。俺一回寝ようとしてさ、ここで模索してたんだけど、倒せるんですね。あ、出たよ。もう足をさ、乗っける癖がこの人あるからさ、ちょっといらないと思う。あ、ラグジュアリー。めっちゃいいわ、でも。いいの？俺らは、あの足上げるぜだから。そう、上げ使わんなと思って。使わんな。すげえ、そんな倒れんのこれ。ね、すごい倒れ。できますよ。これカップルでもいいですかね。ね。ああ、やらしい、ね。いや、ちょっとこういう風な感じになる。まあ後ろはそうなんだけど、多分ゆくゆく後ろはまた物置になるんで、倒しちゃうかもしれない。まあ全倒していく。逆に言えばここに物を置けるからね。ああ、そっかそっか。ギター横に置ける。ああ、そっかそっか。まあそれはあるね。そっかそっか、それはいいね。まあラグジュアリー仕様だし。ラグジュアリー。ラグジュアリー。それはエアコンも出んの、そっから。これは、あ、これはライトで、え、これはこっちか。あ、そこで。これもデュアルなのかな。あ、取る？まあ、マジで。まあ、遠出するのには一番適してるかな。うん、確かに。あと荷物が乗るか。でも意外にやっぱさ、オデッセイって広かったよね。オデッセイ。椅子後ろ倒してもおでんの方が広く感じないですか。後ろにはめっちゃ後ろはおでんの方が広いですね。ね、それがちょっとね、衝撃だった。マジかと。エステマと変わんないと思う。あとは今ね、すごい快適にここを広くしてるから、もうちょい前にこの椅子出せば、あ、多分もうちょっと後ろの空間が、もうちょい後ろに入るかな。けどこれがさ、よくミニバン特有なんですけど、これ出るんですよね、横から。おお、そこにもついてる。これ絶対あれだよね、子供とか絶対これ、まあまあまあ、うん、ファミリー仕様じゃん。すごいね。けどすごい、なんか広く空間はすごい、なんか一番リバイブ今まで史上一番空間は。純正なのか残念なのかこれかな。ナビがもうね、ミスったんだよ、うん、結局さ。けど俺はね、みんなをね、海へ連れてってからもう諦めました。あのジャリジャリになって、もうあの後ろがすごいジャリジャリになって、でもなんか塩っぽくなってるんで後ろ。未だにちょっと塩っぽくなってるんで、俺はそれがちょっともう新車な感じがあの時以降はもうなくなりました。じゃあもう今年も海行きましょう。いや、海嫌です。海線でしょ。海線でこれ山線でいいんじゃん。それで手を海線。そっちが海線、俺山線。海線やだな。いい車が3台揃ったから。まあ高いね、200万を超えてる車が。はい、次は目標はみんな500万超えの車を。いや、まあそうだね、それはちょっと目標。全員会社みたいな。ああ、いいね。いやー、あと10年後かな。じゃあ10年後だね。10年後お楽しみに。まあ次はちょっと軽くみんなの乗ってみようかと思うんで。とか言ってみんな K になってたらどうするんですか。まあまあ、それはそれでいいんじゃない。ということで、はい、じゃあちょっとね、この後運転して、はい、試乗してみます。はい、みんなの車を。はい、何がいいのか。白黒つけます。白黒はやるせー。Lちゃんです、よろしく。Lちゃん、あこちゃん、Lちゃん。